はい、皆さんこんにちは。バレーコードはない方が良い中高年のためのギター教室です。イエーイ。今朝ね、喉が痛かったんですよ。喉が痛い時に舐める飴ですね。昔から僕はね、南天喉飴、いつもね丸いやつ買ってるんですけども、今日は丸いやつじゃなくてちっちゃいやつ買ってきました。なんでちっちゃいやつ買ったかっていうと、なんとなくはい、これね、南天喉飴ってもう、まあ、朝ダーメンもそうなんですけど、ずっと昔から売ってて、僕がそれこそ20歳ぐらいの頃に、まあボーカルやってたんですけども、歌あんまりうまくないんですけどね、ずっと歌うまくないんだけど、喉が痛いのは歌下手でも喉が痛くなるので、その喉が痛い時にいつも飲んでました、舐めてました。今日もね、朝まあ動画の撮影したりとかライブの練習とかしてたんですけど、もう喉が痛くて痛くて、なので今日は南天喉飴を久しぶりに買って舐めまーす。これね、朝ダーメンより俺はこっちが好きでしたね、ずっと。こればっかり一日で丸ごと一貫食っちゃったりとかね、そういうこともありました。今でもね、飴口に入れると噛んじゃうんですよ。ということで、まあ短い動画ですが、僕は南天喉飴がおすすめです、ね、歌う時とか喉痛い時とか、南天喉飴で喉をいたわってあげてください。回し物じゃないですよこれ、もうずっと昔からこれ使ってんだから、回し物になりたいぐらいです。はい、ということでまたお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。